やって成果の裏側スタート。なんだか可愛い照明、ここでしか見たことないです。オリジナルですね、絶対。あ、なんかおしゃれだけどなんか懐かしさを感じる空間です。ちょっとここにで、そうですね、これは元々あったものですか？可愛いなんか。使わせていただいて。じゃあ一番左行きますね。一番左斜め上左下上右下。左ちょっとダメだな。ここまで生きてました。ここまで生きてましたよね。そこまで生きたら結構良かったね。結構いいです。視力上がってますわ。今日一緒にロケをしています。技術さんのもみじちゃんです。やって成果。裏側リポートしてね。裏側リポート。撮影ですよ。はい、こうですか。今はインサートと言いまして、これからいただく朝食をカメラマンさんが美味しく美味しく撮っております。どうですか、どうですか。おお。邪魔ですか。お、優しいカメラマンです。こんな感じで美味しそう。こうやって光も当ててくれてます。そして私が今回ちょっと中でもお気に入りだなと思ったのがこちらの小上がりです。この扇風機が懐かしい。おばあちゃんの家でもどっかでなんか見たことあるなっていう、落ち着きますよね。こういうところなんかちょっと畳のゴロンとできるところがあったらいいななんて思ってます。アイディアがすごいですよね。洗面所ですね。ピカピカ。いやもうとにかく広い。本当に住みたいな。住みたい。私は住みたい。よし。ということで自撮りリポートでした。やって成果。お邪魔します。おお。ほほほ。千葉ロッテマリーンズのお部屋ってことですね。ここで試合見るのとか最高でしょうね。まあ、球場も楽しいでしょうけどここでゆったり見るっていうのも良さそう。始球式を思い出して。まあやったことありますから。さすが。違うね。ドームで始球式やった。はい、ペイペイドームで始球式しましたが私。やって成果。おお、いいですね、この光沢。うん。美味しい。うん。はあ。お、アミゴ。